何ひな。ピナコ何。何。はいどうも。立松協会でございます。というわけで。ピナコがニャーニャー言うてますけども、そんなことは知ったこっちゃない。私は腹が減りました。ただいまもう3時半でございます。まあ大して仕事もしてないんですけども、いろいろと暇なら暇なりようになるおっさんなんですが、一段落ついたんで飯を食いたいと思います。というわけで今日はもう軽いもんです。というわけでレッツパテマソクッキング。クッキングっていうほどじゃないよ、うん、というわけでこれお母さん食堂、うん、買ってきました。お母さん食堂のやつ純連札幌純連チャーハン監修、うん、これ一袋で652キロカロリー。これ1人前やから、うん、電子レンジで4分30秒で、あとから私はフライパンで炒めたいと、はい、思います。よし、こんな感じです。5分30秒レンチンしたいと思います。で、これもね買ってました。はい、セールでしたね。184円で叩き売りされてましたんで、これ気になってたんで、ね、食べたいと思います。やり方はまあ普通のカップ麺と変わりませんね。カップ麺で袋麺と変わりませんね。はい、よし、それではもうすぐチンが終わるんで油を引いて、ちょっとこれ真ん中盛り上がってんやな。ある程度いかんじゃないね。もうこれに切って、じゃあラーメン切っていこう。だから5分茹でます。この袋の中に背脂とニンニクが入ってました。で、袋の外にこれ豚丼のスープとチャーシューが入ってました。チャーシュー先入れへん。豚丼のスープすごいな、めちゃくちゃ濃厚な感じ。やべ、よし、豚丼のスープ臭いな。どうだ、ぴったりぐらい。あ、いいんじゃないの。うん、で、背脂油入れますかって書いてある。油入れますかって書いてある。入れるでしょ。ニンニクももちろん入れますでしょ、はい、入れます。すごいニンニクの量。すでに臭いのスープでニンニク臭いけど、さらに臭くなると。で、これを乗っけると、ちょっとにくかった。はい、ネギも入れておきましょう。なけなしのネギ、はい、で、チャーハン。というわけでできたんで食べたいと食べます。はい、どうもパテマス協会でございます。というわけで本日は豚丼のラーメンと、なんか北海道のどっかのお母さん食堂のチャーハンです。まあ伸びるというほどの細麺じゃないんで大丈夫だと思いますが、まあ、早速食べたいと思います。というわけでいただきます。どうなんだろう、ちょっと薄かったかな、白多かったし。食べてみよう。全然薄ない。あ、俺いつもラーメン横綱、ニンニク
結構言うんですけど、これラーメン横綱にめっちゃ似てんねんけど、味スープの味ね。麺いただきます。うん、めっちゃうまいんやけど、麺まるで生麺ねんけど、え、なんでこれ消えたんやろな、豚丼のラーメン。うん、おいしい。え、おいしいんですけど、人気なかったんかな、ぬるぬるしてる。いや、すげえおいしいんやけど、あれ意外に期待してなかったよね。おいしいです、これ。アングルとか考えとったら飯なりまへんけど、まあええか、これぐらいにしよっか。うん、このカメラの画角はせん、もうちょっとワイドやったらいいんやけどな、このカメラが。 ZV-1 というこのカメラ、本当に画角が狭すぎ。うん、でもちょっと離れれんか、これぐらい。もうほんまにもう激烈なんですよ、これ机の超角、三脚使えばいいんやけど。めっちゃうまいやん。もう一箱買っといたんですよ。うん、大正解。いや、すげえ脂。さあ、お母さん食堂のチャーハンいただきたいと思います。ピナちゃんうるさいよ。うん、普通にうまい。あおり炒めチャーハンにはかなわんけど美味しい。うん、チャーシューもしっかりします。うん、しっかりした噛み応えのあるチャーシューなんで、歯に挟まってます、ただいま。うん、でもうまい。これいくらぐらいしたっけ。これ200円ぐらいだったらまだ買ってもええと思う。あおり炒めチャーハン多分買うと思うけど、スーパーがね、私の行ってるスーパーで売ってなくなったらこのチャーハンにも変えてもいいかなと思えるぐらい美味しい。だからコンビニ価格なんで、もしかしたら高いかもしれない。うん、でもうまい。うん、ああ、暑くないからさ、帽子脱ぐの忘れんね。うん、油すげえな、やっぱ俺ちょっと触れたら全部がニュルニュル。うん、美味しいね。もう売ってないよね、これ多分ね。セブンイレブン、うん、セブンイレブンで買いましたけど。うん、チャーシューも安っぽいし、チャーシューの割には肉厚あってジューシーで美味しいです。ちょっと今回汁が多かったんかな、もうちょっと濃厚なんかな、ほんまやったら。
うん、味的には本当ね、俺的にはラーメン横綱の味。俺が普段からニンニク入れてるからかもしれんけど、横綱の方はもうちょっと醤油っぽいかな。うん、どうだろう。頭の中で横綱やと思ってるから、横綱に寄せていこうとなんか思い込みもいっちゃってるんでね、もう正確ではないかもしれんけど、横綱っぽい。うん、すげえニュルニュルする。油すげえわ、油ラーメンですわ。うん、チャーシューがしっかりしてますね。チャーシューと卵しか入ってないの、これ。ネギとかそういうもん一切入ってないね。でも中華屋さんのね、素朴なね、ナルトとか入ってる卵チャーハン食べたい時あるよな。あの刻んだナルトが入ってる、味の素の味って感じだけどね、味付けも。あれが無性に食いたい時あるのよな。最後に食ったんて何年も前の名古屋かな、もうそれも5年ぐらい前かな。それ以来そういうチャーハン食べてないもんな。というわけで、本日は中華らしいお母さん食堂の、ファミマのお母さん食堂のチャーハンと、セブンイレブンで叩き売りされていた豚丼のラーメンを食べました。美味しゅうございました。というわけで、ごちそうさまでした。満足満足。